モデナ産のバルサミコス。DOP 専用のこのボトルはジョルジェット・ジュージアーロによるデザイン。バルサミコスは果実酢の一種。原料がブドウの濃縮果汁であることと長期にわたる損熟性が特徴である。イタリアの特産でアチェートバルサミコや短縮してバルサミコとも呼ばれる。なお、イタリア語でアチェートは酢、バルサミコは芳香があるという意味である。 色は茶色を濃くした黒色で、その名の通り独特の方向があり、オリーブオイルとともに、サラダにかけるなど、イタリア料理の味付けや香り付け、隠し味に使われる。他の食図にはない甘みがあるため、デザートの味付けやトッピングに使われることもある。バルサミコスの醸造風系バルサミコスを使った料理、アチェードバルサミコトラディチオナーレは、最低12年の熟成や、 原料のブドウの種類、その他細かな製法が法律で定められているもの。エミリア・ロマーニャ州のモデナ、または、レッチオ・エミリアで作られたトラディツィオナーレだけが、デノミナツィオーネ・ディオリージネ・プロテッタの指定を受けることができ、日本では特に、モデナさんが有名である。モデナ産トラディツィオナーレの中でも25年以上の熟成を経たものは、ストラベッキオと呼ばれ、珍調されている。 ストラベッキオの中には50年や100年などの長期熟成を経たものもある。また、レッジョエミリア産のトラディツオナーレも12年以上、18年以上、25年以上の3段階に分類される。これらトラディツオナーレは高価なため、高級レストラン以外で料理の調味に使われることは少ない。また風味をできるだけそのまま生かすため、 火を通す料理に使われることも稀である。トラディツヨナーレとほぼ同じ材料や工程ながら熟成期間だけが短い6年もの、8年ものなどもある。当然、これらはトラディツヨナーレを名乗ったり、DOB 指定を受けたりすることはできず、ラベルの表記にはトラディツヨナーレを伴わないアチェートバルサミコである。伝統的な生産方法によるバルサミコスは、 最終的なレストランや一般家庭で使うには効果になりすぎるため熟成されていないブドウ酢を主体に着色料、香料、カラメルなどを添加し大量生産によって作られた普及品が市場に出回っている。この普及品は本来の製法で作られたものではないため正確にはバルサミコスではない疑似商品である。とはいえ、 味をできる限り高級品に近づけるため材料や工程にこだわったり、高級品には及ばないにしても3から5年程度の比較的長い熟成を経たものも多く、決して粗悪品というわけではない。戦術のトラディツヨナーレや、それに準ずる品に比べると格段に安いものの、通常の食図と比べれば高価になることがほとんどである。 調理法によっては必要量を小鍋で弱火にかけて煮詰めてから使うことで、普及品でもより高級品に近い味が得られる。逆にサラダなどのあっさりした料理では、熟成が浅く酸味が強い酢であることを逆手にとって、通常の酢に近い使い方をすることもできる。イ・アチェートバルサミコイ、アチェートバルサミコトラディチツェアナレイ、ストラビキオ。ありがとうございます。